うございます。さあ行きましょう。絆2名バンゼロがわちゃわちゃして、はい、イニューシャ前の人が取ってるね。アラジン角開いてんじゃん。角荒らしするわ。角荒ら当然鬼武者とか開いてないもんね。ユリキカンランプショート設定変更 OK。 鉄の角荒らでいきます。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてペタです。ということで、やってまいりました。10月1日、月が変わって秋がね、近づいてきたなというところではございますが、まだね、日の当たるところは暑いなぁなんていう、そんな日に私、4日ぶりなんですよ、収録。4連休がございまして、イメチェンしてみたんですけど、気づきます？髪の毛をね、ちょっとこうして、まあまだこれはちょっと進化の途中なんですけど、はい、ちょっとメガネなんかをね、買ってみまして、こんな感じでね、やっていきたいなと思いますけれども。ということで、今日は千葉県です。うらっということで、ウエスタン、浦安駅前店にやってまいりましたが、まあ、この10月1日をもちまして、どうやら店長さん、このウエスタン系列結構来てますけれども、店長さんがこういろいろ移動になってね、はい、まあ我々よく行ってるお店からこのお店になんかこういろいろあったみたいで、まあなんでちょっと傾向とかも今後変わってくるのかななんて思いながらも、本日土曜日ということもあって今までで一番並んでました。はい、私の抽選番号は31番ということだったんですけれども、まあもちろん狙いはね、鬼武者、まあ一番推しなんで鬼武者で、あと番長ゼロを最近増大しまして、で番長もまあ普通にそこそこ出てますんで、まあ番長も全然狙えるかなっていうところだったんですが、31番では全部埋まってまして、はい、まあいわゆる 6.5 号機全部と番長ゼロも増大して13台ぐらいあるんですけど、全員埋まりで、ということは3の矢としてはアラジンエースクラシックが、まあ、直近でアラジンで一番出したのはもうこのお店と言ってもいいぐらいね、推定設定6で、確か飛行機の時間が迫ってるっていう中で5000枚以上出しまして、でアラジンもこのお店ね、6台でアラジン島を作って、見る限り結構設定を入れてる状況にありましたんで、今日はね久々にアラカスやっていきたいんですけれども、まあもちろんね設定がないと判断したら即やめますけれども、久々なんでちょっと、で10月1日ということもありますし、月が変わったということで、まあアラジンしっぽり楽しみつつ、まあ新しいね店長の動向がどんなものかっていうのを、まあ店内状況も含めてチェックして今後につなげていきたいなという、すごく前向きな10月イメチェンしたし、よろしくお願いします。ちなみに伊達メガネです。はい、ということで久しぶりにアラジンエースクラシック、今やね1番目に行くことはなくなりましたけれども、まあ2の矢3の矢としては優秀、参ります。お久しぶりなアラジンエースクラシックですが、朝一は残念ながらいなかったということで、最近ねあんま打ってないし、たまにちょろ打ちしてはまあないよねっていう、やっぱり状況がねもうしょうがないんで、全国的にアラジンに関してはまあアラジンに入れるんだったらっていうね、要は打ち手としても2の矢3の矢だけど、お店からしても設定入れる候補は3の矢4の矢レベルなんで、はい、やっぱ流行りの 6.5 号機だったり、まあ今なおね台数的にはメインであり続ける番長ゼロ、まあちょっと限りが見えたとはいえ、6号機の中で唯一奮闘してると言ってもいい絆2あたりがね、まあ候補に上がるのは至極当然なことで、別に俺も残念とは思ってないしね、別にだって取れたらそっち行くから。当時ねやっぱ 6.5 が出る前は一つの候補として全然、お店によるけどマジで全然あったからいいけど、今はまあ、ただこのお店はね過去にまあ推定6を積もったこともあるし、なんて言ったってアラジンコーナーを作って6台設置してますんで、はい、正直全国的に見ても、まあ、全国のお店行ってるわけじゃないけど、アラジンに十分設定を使う候補としては最後の取り出でもあってよね、逆にこのお店が使わなくなったら、まあ、そういうことかなという感じはします。ただ埋まり具合的には一般入場までおそらく終わった時点で、まあ、6分の4が埋まってて2焼きの状態ですね。はい、ただ一応第一候補がまあ当然 6.5 号機、特に鬼武者あたりだったんですが、無論30番では取れることもなく、はい、番長ゼロも完全に見たわけではないけれども、1週間ぐらい前に増大してて、まだ多分まだまだ気合い入れていくぞっていう意思は見受けられますが、ほぼほぼ埋まってた、てか多分全埋まりレベルだったんで、はい、まあ、アラジン最悪設定なくてもねアームでなんとかなった上で、でもアラジンは出たところっていうか設定ないから勝ってるうちにやめができる機種なんで、判別とその出玉はリンクしないんで、まあわよくばでね、あわよくば積もれたらいいなと
ただしっかりと積もる積もらないに関わらず、カンチェだけはしっかり引かないと判別すらできないから。ということでおさらいなんですけども、久々で自分でもあんま覚えてないんだけど、まあまずもう終わっちゃった朝一ね。で朝一は引き戻しか状態超ロングか通常なんで、何も引かずに当たった場合ってもう状態超ロングか引き戻し確定なんで、つまり移行先が状態か状態超ロングなのよね。超ロングだったら無論そのまま永遠に超ロングだし落ちるまで、で引き戻し状態スタートだから状態準備を経由せずに状態スタートするんで当たった後は、なのでやっぱり連チャンにも期待できるんだよね。まあその振り分けは結局今なお出てないというか、もう多分一生出ないんですけど、とりあえず100ゲーム1周決め、周期降格なさそうです。設定判別ポイント、探知確率に設定差はありますが、まあ少ないゲーム数ではあまり気にしない。やはり探知とチャンス名 A ですねからの降格移行率が 37.5 から 55.5 ぐらい、はい、まあまあな差がありますと。メインはそこです。そことあとは1,2,3 周期ですね、100、200、300ゲーム到達時の降格移行率が 1. 何パーから10%ぐらいまでありますね、はい、まあ5倍以上、まあ、10倍まで 7,8 倍の、ね、差があるんで、基本的にはまあ6でも 10% しかないんでめったにいかないんだけど、行ったらもうおで2発行ったらまあまあさすがに1はないよねっていう、もう設定判別ポイントが明確なんで、ただやはり探知を引かないことにはね抽選も受けられませんので、降格以降ので探知が109から100違うか130何本までだよね、マジで忘れたな数字、やっぱり打たないと。初代マドカぐらい打ってればね、やっぱ100万ゲームとか打ってれば多少打たなくても覚えてるんだけど、やっぱ10万ゲーム程度ではねやっぱちょっと離れ、しかももう短期間にバーっといった10万ゲームだから、本当に2ヶ月弱ぐらいで積み重ねた数字はね、2ヶ月ぐらい最近本当にがっつりは打ってないから、まあ、忘れますわ。あとは設定差、まあ探知チャンス目 A からの降格以降と周期降格がメインだけど、ほとんど観測はできないけどチャンス目 A からのボーナス直撃がね、はい、0. 何パーから、7.8% とかだったかな、6で。ただチャンス目 A の確率がなんと 819.2 分の1か、だからはい、ファースト探知160ゲーム。さあここからフェイクは基本20ゲームなんで、まあ、ただフェイク動向じゃなくて降格確定演出ですね、しっかりと確認していきたい。満月ステージ以降がちょっとなさそうなんで、あとはラクダ通過からのリリラ、あーだからリリラ引いたのにラクダ通過が選ばれない、よくない、よくないね。ファーストタンチリーでは今のところ降格の確認が取れておりません。ただ当たれば降格なんで、当たるっていう確認が一番おいしいんだけどね。19ゲームで20ゲームフェイクであればここから先特に何も起きないんで、まあフェイクだったということにしましょう。もちろん上がってて1ゲーム2ゲームで即転落引いてっていう可能性もあるし、なんだったら上がってて今なおまだいるっていう可能性もあるけどね、言い出したらキリがないので、これは上がってないという。探知1-0、さあ逆転の200ゲーム、惜しい、あー惜しかった、200降格もなし。お、え、あー蛇壺演出はレア役と見せかけて、まあもうこの出目の時点でもう激アツか激寒かの、まあ、ポラライズされた状況っていうんだけど、チャンス目 B はほぼ出ないんだけど一応対応ではあるんだけど、まあこれは月星揃いですね、はい、惜しい。基本的に要はそのフェイク状態でも何でもない時にいきなり出てくるやつはあのレア役、まあ、ほぼほぼチェリーなんだけど、まあ、たまにラクダやチャンス目 A もあって、だからバーが滑ればねあれなんだけど、バー下段に止まった時点でもう月星かで外れは基本出ないんで、フェイク以上じゃないと出ないんで、ね、リプレイもリプレイだったら、状態以上、まあ、降格以上確定になっちゃうんで、あれは月星オアチャンス目 B っていう、ただチャンス目 B は基本3消灯からしか出ないっていうところを考えると、まああれは月星だ、惜しい。
初のレア月星、レア月星からの攻撃は設定位置 8.7% 高っていう数字だけが出ていると。あれもう1万円ない、マジ、日に日に回んなくなってる。50枚貸しだよ、270ゲームぐらいじゃん、マジか。2枚目、パンチ一発しか引いてない。パンチ二角、296ゲームおーしよ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 し、2の1 OKOKOK、 これは良きですね。良きってほどでもないけど悪ない、先ペカだよね。よし、これ当たって当たってな、お前先ペカ、お前青ラクダで当たってないわ、ひどいわ、くー、はいはいはい、よし、悪くない悪くない、まだ終わってないわ、まだ終わってないわ、よし、セーフ。306ゲーム12000円、まあ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 、まあ最初の降格をしっかりさせたということに関して言えばいいでしょう。しかも2の1だったら全然打てますね、まだ。ただ1万2000円かっていうところはあるけど、まあまあまあ、初当たり後は状態準備に移行します、基本的には。で、状態準備は振り分けとかは分かりませんが、まあ概ねのAC 当選期待度が 40% と言われておりまして、この台でまあ最もね、抽選状態では一番低い確率、つまり壁としては一番分厚い壁となってますが、それを超えれば状態確定と。で、状態準備には2種類 A と B があって、 A の方が落ちにくい、抽選確率は同じ、当選確率は同じで、転落確率の違いで A と B がある。なんだったらこの台は転落確率だけの違いで、AC の当選率は降格でも状態準備でも状態でも状態、まあロングであっても全部一緒と、引き戻しでも一緒と言われておりますので、単純に転落の確率が、まあ、上位の状態ほど、転落が低いと、より長く続くから当たりやすいと。まずは状態準備 A にいることを祈る。ただごく稀に単チェでチャンス目とかから降格ではなく直接状態に飛ぶことがあって、その場合はもうすでに状態にいるんだけど、まあ判別は基本できない。いきなり状態超ロングに飛んで初当たりでバッハがかかったりしない限りはわからない。はい、そからリリラ。ちなみに状態準備の A と B の見分け方は、状態準備 A、 上位の方であれば、転落率が低い方であれば降格以上確定演出が、まあ、発生することがあると。裏を返せば状態準備 B では降格以上確定演出は出ない、出た際は当選なので、青系演出とかね、もう10ゲームか、まあ、状態準備 B だと10ゲームで大体終わりなんだよね。まあまあ転落するイメージなんだ。よし、ラクダ通過リリラなんで、当選したか、状態準備 A の現時点での滞在が確定、つまりこのレバーオンまでは絶対に抽選されてる。あー、これ発展して、あっつ、激アツ激アツ、よし、まあ、これもまだ降格以上が確定するだけで当選確定、あーでもリプレイで確定ですね。よし、ということはリプレイ、じゃあリリラ、ラクダ通過リリラで当たっていた可能性も十分にあるので、状態準備の AB の判別は不可だけど設定には影響ないので気にしないでいいでしょう。これで25ゲーム以内の AC 当選、すなわち次回状態以降、状態ショート以上プラス転落後の引き戻し権利獲得、よし。であと2セット目はね、ボーナスの当選が 20% ありますので、ボーナスに当選していた場合は消化中の月星、星順月星もしくはリプレイでの一部で告知されます。最後まで告知されない場合は最終ゲームにバーン7がつく。いや全然ボーナスの煽りも来ないんでね、ダメですね。まあまあ 20% なんで、次は5セット目が 25% なんで、そこを目指しましょう。サプライズボーナスはなし。
で状態、まあ、ショートかロングか超ロングに今いるわけですが、まあ、ほとんど超ロングはいかないんでショートとロングの差は、まあ、転落率が違うんですが、おおむね初当たり3回に1回、初当たり、まあ、状態以降か3回に1回と言われてるんで 66% ぐらいショート、 33% ぐらいロング、 1% ぐらい超ロングぐらいの、まあ、1% は適当なんだけど、でショートであれば連チャン期待度が7割弱ぐらいかな。あ、よくない、あ、よくない、これはよくないですね。で内部的にすでに状態から転落してしまった場合は、まあ、この間有力間リセットまでの間は状態への復帰抽選をするんですが、何も引けない場合は転落後の場合は32ゲーム以降有力間の終了抽選と、だいたい 1,2 ゲームぐらいで終わります。これはダメですね。これで32ゲーム目、ここからまだ生きてる、あ、押し順ナビと同時に終わることもあるんだ、知らんかったわ。で残念ながら状態ダメでしたが有力感が切れたんで、ここからね、次の有力感は引き戻し A、 引き戻し B、 状態ショートロング超ロングの5個のどっかに行きます。大体は引き戻し A か B、 A と B はさっきの状態準備と同じ、転落率の違い、 A の方が偉い。よし、満月ステージ一旦で引き戻し A 以上ですね、 B 否定、はい、これも同じですね。当てたい、ハサミは80何パーで探知期待度あるよ、探知の場合、うわー探知で8点、これはもうまあまあ熱いな、何も言わないけど、これスタート当たってんな、よし引き戻し大成功、引き戻し成功後なんで次は状態ショート以上が確定して、ただ引き戻し権利は持ってないんで次25ゲーム以内に当てれば OK、 素晴らしい、耐えてる。で一応1ゲーム連の可能性があって、ストックを持ってる可能性があって、あの探知で当たったんであれば、まあ、ほとんどないんだけど、仮にあの探知の前に当たってた場合はあの探知での、まあ、AC の当選の抽選をしていて、その場合は最終ゲームで A ってるけど、さあここからまずは1回当てる、まずは1回当てる、引き戻しに成功したのに熱い、よし引き戻しに成功したのにね、次の引き戻し権利を取れない、つまり状態を単発で終わらせるは一番寒いんで、いいじゃないですか、いいじゃないですか。 20% ボーナスはなしと見せかけてなし、もうロングいってる可能性あるしね、3回に1回なんで、さっきは当たんなかったからショートということにすれば、まあ、何回状態に上げれて状態でどんだけ当てれるかなんで、あー弱い、もう落ちててもおかしくない、あー弱いよ、嘘でしょ、かー、ワンチャンある、ワンチャンある、なワンチャンない、あー惜しい惜しい、まくてかー、探知206ゲーム、よしいますね、 OKOKOK ならば OK、 よし OK214 ゲーム追加2本の14本、これでまあ探知4の2なんでセーフセーフ、まあちょっと悪いぐらいがちょっといいになりましたね。いやーこれ落とせないよ、しっかり刺す、しっかり刺す、よいしょ、ただ裏モードに行ってたかは分かんないけれども、引き戻し、いやあ出てておかしくないね、マジで連チャンできてないだけ、うわあ状態また落とした、やばすぎる、これやばすぎるわ、あーあ、目つき星の音鳴ったね、熱いね、あお合格いってる、よしよし、目つき星合格、
よし、耐え、22,000円、レア付き星高額からね。25ゲームの先ペか。取って、あ、ボーナス、ボーナス、奇跡の25でしょ。25ってことは状態準備区間だから20% から 25% で確かボーナスがある。これ1ゲーム遅かったらもう 0. 何パーになっちゃうんだけど、から 7.8% になっちゃうんだけど、頼む、これボーナス、何も言わん、お願い、これ 20%、 最低 20% あるだろ。7、あーもうダメだ、ダメでした。いやー、あっつ、第2停止までで、これ実戦上降格以上確定で、かつ本戦上期待でも高い、6割以上ある、うん、まあ発展しなければ当たりなんだけど、嘘でしょ。ただこれはいる俺の中ではこれ降格以上なんで、ということは今のチャンス目 A で上がってることになるから、ほらいるいる、 OKOKOK、 上がってる上がってる、当たって、よし、あぶねー、50ゲームということは、まあダメだったんだけど7の4だよ、もうさすがに打つな、これは7の4、まあまあこっから下がれば別だけど、あの状態準備ってね、今更だけど2種類あってね、ちょっとこれまだちょっと勘違いしてる人いるんですけど、25ゲーム固定の区間と内部状態的な意味での状態準備っていうのがあってね、25ゲームの区間に関しては固定なんで、25ゲームが初当たり後、そこでいかなる状態であっても当たれば絶対に状態移行プラス引き戻しの権利を得るっていうのが25ゲーム固定の区間 で、転落型の状態準備 AB っていうのはそれとは全く別で、転落したらもうボーナスも AC も抽選してませんよっていう、降格と同じなんだよね。でも基本その2つがほとんど被るから気になんないんだけど、今のみたいなもう落ちてるよねっていうところであっても、25ゲーム以内であればチャンス目に関してはチャンス目 A で 20% から 25% かな、でチャンス目 B で 44% から 50% ぐらいでボーナス抽選をしてるから、ボーナス直撃のチャンスではあった。はい、よし、久々だなアラジン、ボーナスなんてこれちょっとアラジンのね唯一のあれなんだよね、揃っちゃうとね設定したら見れないっていうね。あ、箱出てきたよ、箱、あ、押せか、よし久々だからよしって言っちゃったけど、別にまあ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 、まあ、これぐらいはね、嵐に打ったらこれぐらいはやんないとダメ、まあするよね、 50% 頼む、ここさえまず 50% 超えてほしい。あー弱い、第1ない、第2ない、第3ない、さよなら、当たってはない、あーっとこれちょっとやめて、うー当たってたまであるね、ちょっとあと2ゲーム、よし、アップテンポバージョン言ってんなこれ、まあでも5まで続いたなんとか、まあ、続いたけどもう一声欲しかったわ、半分帰ってきて終わり、無縁室レア付き星上がったろう、よし、まあまあ高額いってんだよな、あーやっと上がったレア付き星から37本846、いやーでも結構厳しかったね今、846ゲームで探知が3回で
3-0でトータル10-4だけだったらまだ前るかな、ギリギリかなぐらいなんだけど、探偵がゴミすぎて、ただまあ結局有力探偵場がこれもう800回してるから結局有力探偵場までは打つんだけど、まあ、そこでやめの方向ではある。連チャン力のなさ出てる。185分の1だからな、やばすぎるわ。 1.5 倍ハマり。これ2ゲーム前のレア月星で1ゲーム前に第一ショート外れがあってワンチャン降格に行っててくれないですか。いや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 、レア月星降格かも、タンチェタンチェ。つまり、あ、当たった、はい。だからレア月星降格かも、レア月星で上がって探知2発のどっちかが刺さったもあるし、レア月星上がってなくて最初の探知で上がって次の探知で当たったもあるし、ちょっと選択肢が多すぎてこの探知のカウントが難しいな。1回目の探知で当たって次の探知でストックしたっていう可能性もあるんだけど、まあ、出てこないし、まあ、分からん。とにかく連チャンなんだよ、ここ大事なのは。988、あと200ゲームぐらいで有力探偵場。いやー、もうやばいよね、6ゲーム。やっぱ準備は8ゲームだと思ってるんで、勝負はここよね、8ゲーム目の探偵よね、これよ。熱っ、さすがに熱いだろ、さすがに熱いだろ。うーわー、いってるわマジかよ。おや、まだ天井には早いもんね、はい、30ゲームぐらいはあると思うからね。あらららららら、12-6なんだが、青ラクダのリリラなんで当たり。ユリカン天井まであと37ゲーム、まあまあ保証付きみたいな感じだね。あ、42,000円、さらに探知を重ねていく。あ、やばい、今裏がいた、裏だ。え、あ、え、普通の A か、ごめんごめん、久々に A 見たから。裏ってこっちか、これ普通の A か、あ、普通の A か、ごめん、本当ごめんね、大変失礼しました、大変失礼しました。まあ、これが単発でもね、即あれなんで、エリカン天で送るんで、ちょっと降格以降でもな、周期が 13-0 っていうのもあるし、探偵がさすがにちょっと今、まあ、3000ゲーム弱で、さすがに悪すぎるっていうのも含めて、まあ、連チャン終わって判断したいと思いますけど、今、これ一番おいしいのはあと34でしょ、状態準備20、状態準備を落とさずに続けて25を超えたところで当てる、状態準備区間は終わっちゃってるから有利区間リセットはされずに、ただ状態準備で当ててるから状態に移行するんだよね。状態中に天井を迎えると、まあ、状態の昇格抽選が行われる、何本か分かんないから、まあ、ロング以上で天井を開始するっていうことが、まあ、可能になるんで、あの、まあ、抽選を受けるだけなんだ。なので、あ、まあ、当たりました、はい、これで有利感はリセットされました。まあ、もう伸ばすしかなくなりましたんで、いろいろ言ってましたけど、まあ、天井には行ってないっていう一つの誇りになります、誇り、プライド、誇りあれは外れてたけど即当たった、よしよしよし。うわ、チャンス目 B なんだが、最終ゲームよし、
2セット目アップテンポにはならず、完璧なタイミング。1ゲーム目よし、さすがによし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 、完璧だね。おい、6% ぐらいかな。こいつはうめえぜ。さっきのチャンス目 B の仕返しだ。状態中のタンチェリー、設定差ありとはいえほぼない。よーほー、当たりです。2セット目、さあ、アップテンポならず、ちょっと嫌だな。耐えたー、危ねー。あ、痛い、ありがとう。 OK、 危ねー。これはロングのそれだ。そろそろね、青ラグだ。アップテンポになっちゃう。お、熱いね。第2停止まだ引っ張ってない、はい、これはまあまあストック 16%。 もう一ネクスといったら、あー、おー、箱だ。あー、曲変わらず。バー揃い以外で宝箱を取って BGM が変わった場合 SACO は嬉しいなんだけど、逆に言えば変わらないってことは A の可能性がまあまあ出てきちゃうので、まあわかんないけどね。タッチ、おお、 SAC 以上ですね、はい、ここも振動するんだね、ちゃんと。よし、2発目 50%、 2回目のチャレンジ頼む。よし、探知変なところで引いたけど OK、 50% 超えた。一発、あっ、98で点滅してない。来たわー、来たわー、来たわー。まあ一応ね、120とか140とかの終わりもあるんだけど、まあまあ薄すぎるんで、ここからは基本的には100か200か300かで、300を超えた場合、100ゲームループの 70% と。もうマジでこの台めっちゃ打ってんのに全然完走しないけど、ついにあるわ。こんなところで終わるわけないんだよね。SAC の100オーバーの振り分けは100が 39% ね、で60が 49.6%、まあ、80が一応 0.4% で、合わせて 89% で100以内で終わって、でそこから 0.4% の振り分けで、まあ、20刻みがあって、200が 4.4%、 300が 2.5%、 300以上の100ゲーム 70% ループが 2.5% なんで、 40% ぐらいで200で終わるけど、 40% 超え以上で 60% ぐらいで200、300、つまり完走。よし、さすがにね。さあ、ここから20ゲーム、300までいけばもう完走はほぼほぼ。ここボーナスの告知が入るかどうか、入んないと実質 50% に漏れた300しか残されなくなるから、継続期待度が下がる。まあだから告知入ればもう確定なんだ。完走確定まではいかないけど、まあほぼ確定ですね。確定か、まずいよ。そして点滅が入るかどうか。200ゲーム終了 4.4%、 300以上が 5%、 点滅するよね。いやー、ボーナスが告知されないということで、まあ、たまたま告知を引けなかっただけもあるけど、まあ、この時点で 65% から 70% ぐらい終了する気がする。
力感想ですね。これでも300かもうそれ以上無限。アラジン S クラシック14万6000ゲーム回して完走が2回、惜しいところまではもう結構いってるんだよな。さあ300ゲーム1対1。ああ300ゲームの振り分けか、もしくは300プラス 70% ループの100ゲーム持ってたけど初手で落としたか。はい、ホテ一撃まくり。さあこれで転落したら話にならないんだな。サクッと当たって、いや待って待って待って、一発いって、よし OK。 危ない危ない危ない。ただちょっと使ったから、これ順増負けたらまだね G いかない可能性ある。さあ、あーあーあー、最終ゲームレンチェ、おーいった。カウンター上は2213枚で無事、よーしやりました。結局アラジンで完走ってもう超ロングか裏 AC か SAC なんだ。結局は普通にコツコツはね、まあまあ厳しいよ。やっぱりどっかで落ちちゃうから。終わった、よし2404枚ということで、伊達メガネをしてやってまいりましたはウエスタンの浦安柳通り店の方ですね。車で5分ほど、今日ガイモンが収録していると思いますが、こちらも店長さんが、まあ、結構ウエスタン内で移動したってことで、今まで駅前の店長さんがこちらに来たということで、玉的にはカバネリがあなんか悪くなさそうなグラフは描いてますけど、シンフォギア、あなんかグラフ見ると良さそうだけどね。2000枚、番長がここは結構推しなんですけど、あいいね、あガイモンのが打ってるね。番長ゼロが1234台ぐらい積んでますな。あ1個めっちゃいいグラフ、これもこの番長も悪くないね。ガイモンも化けの1点から通しててゼロモードループも確認してて良さらしいですよ。この台今モンデプラ前ぐらいのこの台はもう4、5、6が出てるということだそうで、まだ半分入ってても全然おかしくないね。あバイオ、あのバイオね、前のバイオだよね、もちろん、まあ、6かは分からんけど、まあなんかどれもギザギザしてるからいわゆる1ではなさそうな気配感。アラジンはなんかでプラスなのに、この台とかもね2000枚以上プラスなのに出玉持ってないんで、でもやめられてるってことですね。そう見ると一応4のプラス域だけで言えば4の3でプラスと、ただまあそれだけじゃ分かんないのがアラジンだけど、どうなんでしょう。まあでもこの店カバネリと番長って感じですね。はい、戻りましょうということで、まあ4万円ちょっと使って完走して壮絶なまくりをしたところで、まあ終わるも全然あるんですけども、まあ、今後のためにもうちょっと様子見たいと思います。まあ、今やめるのが結構丸いっちゃ丸いんですけど、結局じゃあ設定はって言われたらちょっと分かんないんですよ。アラカスとして一応確認したい。はい、今本当にまあ探知確率が上がってきて、まあ、1を超えましたと、中間ぐらいですと。で降格以降も確認取れているところで射程圏内、結構あの厳しめに最低してるんですけど、それで13の6っていうところ でボーナスが2回だけで、かつ2回ともストック取っちゃってて資産も全く見れてないっていうところで、まあ、このお店じゃなきゃ普通にああよかったよかったで終わってる、なんだったら打ってすらないレベルなんですけど、まあやっぱり過去にねゴリゴリの6強度を見せたりしてるんで、ここは、まあ、普通に6ももちろんあると思ってるんで打ってるんですけどね、ないと思ってたらまあ打ってませんので。ただ心配な要素があるとすれば周期降格ですね。100、200、300がまだ確認取れてない、これはまあ言って 10% なんでね、ブレるんでしょうがないんですけど、これで最悪まあ全のまれ、ここから天井に行って、まあ、考えたくはないけど、まあ
10月初戦だしね、守りに入るも良かったんだけど、裏を返せば設定があった場合は打てばねプラスになって今月の貯金になるんで。836ゲームぶり、やばすぎるわ。836ハマリってやばくない？130分の1が、頭おかしなるわ。これワールドレコードだわ。どんだけハマんのよ。もうふざけんなよマジで。上がってるけどさ、いやもうどんだけ、800はやばいって。上がんのかい。諦めないで。当たった、864。頭おかしなる。最初のタンチェで上がって当たったんだけどね、865点。いやーこれはきついて、嫌いになるわ。アラジン好きでも嫌いになるからね。初打ちでこんなんやったら多分ルールが、タンチェリーを引いてあれみたいな。タンチェ引いて広角に上げて当てるんだよね。タンチェ来ないんですけど。ということで店内状況を見ていきたいと思いますが、ただいまの時刻が午後5時半ということなんですが、まあ朝一生まれの早かった 6.5 号機はこのペルソナがこれ別詰めあって今サマイで3000枚ぐらいですね、綺麗な右肩で出ておりまして、でカバネリがこっちの方はいいですね、3000枚ぐらい、はい、出つつ、今ちょうど素晴らしいこの桜を2個貯めたこの鬼武者が全く出てないんですけど、シゴロカグが出てると、はい、でその隣の鬼武者は結構玉出てるんですが、こっちがまあ2以上が出てるんで、まあ全台あってもいいのかなっていう。番長ですね、番長も昼過ぎすげえ調子良かったんですが、まあ、人が変わったのかな、まあ、こっち側の島かな、どっちかといえば、はい、がまあ箱を持ってますよと、まあそんな感じですね。鬼武者、カバネリ、まあ、番長あたりが良きかなと、まあそんな感じでございました。ということでウエスタン浦安駅前店での収録終了ということで、10月1発目朝一のアラジンを結局この時間まで打ちまして、結果4万2000円投資回収600枚、3万負けというところなんですが、まあ一時ね完走してまくったプラスまあ400枚ぐらいまでは行ったんですけれども、タイミングが全部悪かったですね。まあ朝一から単茶からの降格自体はまあずっと結構厳しめにねつけて、怪しいところは全部上がってないっていうことにして、それで 45% ぐらいだったんで最終、まあ、見た目上で45あればまあ十分かなっていうところで、まず連チャンできなかったっていうところで、あの完走した時以外が1回だけ5連、あと全部2連か単発で終わっちゃってるんで、まあそこが敗因かなっていうところと、あとは完走後ですね、まさかの単チェ800何ハマりしまして、あんだけ連チャンできずに、で結局単チェも最後150分の1ぐらいまで落ちて、5000ゲーム以上回して150分の1で100、200、300の周期が20分の0というところで、まあ単チェからの降格がちょっと上振れただけの、まあ全然設定1もあるし、まああって設定4までかな。6はさすがに厳しいかな、もちろん 0% ではないと思いますけど、6の可能性は極めて低いというところで、ほぼほぼ飲まれてやめっていうことにはなったんですが、まあそういう台っちゃそういう台なんでね、はい、ちょっと探知があまりにも引けなかった、そんな感じです。でまあお店の方はね、まあでも狙いの鬼武者が出てたっていうか、設定入って出ては正直ないんですけど、1台出てて、もう1台シゴロ角が出てる方が、まあ、今から出始めそうな感じしましたけど、はい、とりあえず設定が入ってるのは相変わらず確認ができましたんで、正直第一候補鬼武者でしばらくは行きたいなと、そんな具合でございますけれども、負けた、一発目負けましたけども、まあ、3万負けて、感想なかったらもっと死んでたと思えばね、はい、感想なかったらやめてたけどなっつって、はい、いいよ、まだまだこれから頑張ろう、10月一発目しょうがない頑張ろうということで、こんな感じの収録予定いただきチャンネルございますんでね、ぜひお近くの人遊びに来ていただければと思います。今日はもうしょうがない。お疲れでした。